者の皆様、こんにちは。こんにちは。元 TBS アナウンサーの増田ゆりなと、元 TBS アナウンサーの吉田明夫です。よろしくお願いします。というわけで、はい、アッキー、はい、アッキーでいい？いいです。ゆりなさんでいいですか？いいですよ。私たちはね、はい、3歳時代、そうですね。ね、TBS でずっと仲良く一緒に仕事してきたわけなんですが、今回は、はい、ボーチェでこの美容に関して2人で対談をさせてもらえるという、まさかね、私たちが、ね、美について語る日が来るとは思ってもいませんでした ね。今日はちょっと私たちの浅い知識ではありますが、はい、語らせていただければと思います。ちょっとでも参考になれば嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで最初のテーマが、はい、美肌キープのために気をつけていることということなんですけど、はい、すごい肌綺麗だよね。そんなことないです。エリナさんだってずっと綺麗ですよ。なんかアッキーのイメージはどちらかというと、もう入社1年目の時とかはすごいニキビできて落ち込んでて悩んでたっていうイメージがあって、本当そうなんですよ。なんかもういつも怪しい漢方を混ぜた水をずっと逃がすような水、ずっと美肌のためなんですって言いながら飲んでたイメージがあって、ね、はい、なのにもう今ニキビの跡一つもないし、本当になんか私ね、明夫ちゃんがテレビに出てると、はい、なぜか私に LINE が来て、明夫ちゃんってファンデーション何使ってるのかなとか、明夫ちゃんってどんなケアしてるのか聞いてみてくれるって、はい、本当ですか？言われたりするぐらい、なんかもう美肌といえばみたいなイメージになってて、いや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 、全然そんなことないんですけど、何をそんなに気をつけてるのかなというか、あの産後で結構体質が変わったっていうのが一番大きいことではあるんですけど、うん、でもやっぱりあの20代の頃はあの若さをおごっていたといいますか、うん、うん、若いからっていうのを理由にして、あと肌荒れも結構しやすかったんですけど、うん、もう私はそういう体質だからって思い込んでたんですけど、うん、30代になって娘が生まれて、結構あのいろいろな基礎化粧品を試す機会があって、で本当に自分に合うものと巡り合えれば、うん、お肌も変わるんだなってことは実感してますね。何使ってるの？最近はですね、あの普段はあのカバーマークのミルククレンジングを使ってるんですけど、うん、結構ずっとオイル使ってたんですよ、うん、クレンジング大事やっぱ大事ですよね。あのアナウンス TBS アナウンサー時代はもうとにかく早く寝たい、で次の日も早いじゃないですか、その番組やってると。なのでもう手っ取り早く落ちるオイルクレンジングをずっと使ってたんですけど、うん、最近は、まあ、子育てちょっと余裕はないんですけど、うん、ミルククレンジングとか、あとルナソルのジェルのクレンジングとかでじっくり汚れを浮き出して落とすようにしてますね。なんかどうしてもやっぱポイントメイクが落ちなかったりとか、うん、落ちてるのかなって不安になっちゃって、うん、私はミルククレンジングとかあんまり使ったことがないんだけど、私もあのなんかあんまり落ちた感じがしないのがすごく嫌で、ずっとオイル派だったんですけど、なんかミルクの方があの保湿力も保ちつつ、でもこうずっとマッサージするしていくと、結構お肌の手の温かさというかぬくもりが感じるのか、結構毛穴が開いて汚れが浮き出てくる感じがするんですよね。で、洗い上がりもしっかりメイク落ちてますし、ちゃんといいものを選べばメイクが落ちないってことはないと思います。そうなんで、その後化粧水、はい、乳液、美容液とかも使ってる？使ってますね。使ってる。もうあの早いうちから手を打っとかないと後で後悔しそうだなと思って、なんか塗りたくってるなとは思うんですけどいろいろ日頃のケアはしっかり面倒くさがらずにやるようにしてますね。おすすめある？おすすめはすいません、私ばっか話しちゃってて全然よおすすめはあのアルビオンのダーマポンプでしたっけ、あのダーマパンプな、アルビオンの化粧水の前に塗るクリームがあるんですけど、最初に肌柔らかくする、はい、そうですそうです、それをまず塗って、で最初にクリームなので化粧水浸透するのかなって最初不安になるんですけど、でもあのそれを塗るとなんかその後の化粧水とかもどんどん入っていきますし、朝までしっとりしてる感じがしますね。で再化するみたいな感じなのかな、皮膚を、ちょっと柔らかくなる感じなのかもしれないですね。でその後エストのザローションの化粧水を使って、であのこの後の美容液は結構その日の状態によって変えてるんですけど、普段はクラランスのダブルセラムを使ってます。でなんかちょっと茶色い液体で2種類の
化粧美容液が出すことによって混ざって出てくるんですけど、結構香りもいいですし、肌が引き締まる感じがしてすごく気に入ってます。いい情報。この時期は結構日差しも強く浴びちゃうので、日焼けしちゃったなっていう時はあのポーラのホワイトショットで、これはもう本当お値段が結構するので、でもお値段する分本当に効果があるんですよ。日に焼けちゃった後1週間ぐらい使い続けると結構リセット、その日焼けはリセットしてくれるような感じがします。エリナさんはどうですか？私はメイク、メイク落としはまず最近使ってるのは、ドクターズコスメでゼオスキンケアっていうところ、なんかオバジ先生っていう人が考えたものなんだけど、それがジェントルクレンザーとかっていう名前のなんだけど、メイク落としと洗顔が一体になってるの。だから結構で濡れた顔でも使えて、手も濡れてて使えるんだけど、それで30秒間マッサージをしながらこうやって、で洗い流すと本当にすっきりメイクもしっかり落ちるんだけど突っ張らなくって、で肌の状態もすごくいい状態だと思ってて、それをずっと愛用してて。結構長い間愛用してるんですか？結構それは2、3年ずっとそれ使ってて、たまにたまに違うの使ったりもするんだけど、そうするとなんか突っ張りが気になるようになってきたりとかして、オイルってね、なんか余計な油も落ちすぎちゃうものはありますもんね。なんか物によるのかもしれないけど、今はすごくそれが自分の肌に合ってるから、それを使うようにしてて、で化粧水とか本当にその時の状況によって違うんだけど、ちょっとニキビができそうだったら、あのなんだっけ、アルビオンのスキンコンディショナー、もうこれはもう10年間ぐらいニキビができそうになったら使うっていうのは決めてて、じゃあなんかお守り的な感じで置いてあるんですね。そう、なんか明日の一針、じゃあ今日の一針明日のと針っていうさ言葉知ってる？ちょっとわかんない、ことわざですか？ことわざなんだけど、すごい怖い言葉で、今日だったら一針縫えば治るものが、明日になったら10針縫わないと治らなくなるっていうぐらい、もう今日のことは今日気づいたら今日やりなさいみたいな、明日までほっといたら、明日は二針じゃないみたいなのがあって、お肌のメンテナンスもそうだね。肌のメンテナンスもそうだなと思って、気づいた日にもそっちで切り替えるみたいな。でも肌トラブルとかありますか？あのね、私はいっぱいできるっていうよりは一つのものができて爆発するまで大きくなるみたいな、じゃあ結構吹き出物、そう、そういう時どうするんですか？とりあえずもう皮膚科に行って未然に防ぐっていうことはすごく大事にしているけど、もうできたらちっちゃいな、まあ、なんかこれで皮膚科行くの大げさじゃないかなって思うような状態で、もうすでに皮膚科に行っちゃって薬をもらって塗るようにするとかっていうので、やっぱり、ね、そこに至らないのが一番なんだけど、それでもできちゃった時は、ね、プロの力に任せた方がいいですよね。やっぱりもう手遅れになってからそれを元に戻すっていうのはすごく大変だから、シミになっちゃったりとかもね、しますしね。早め早めにそうやって大げさだなって思いながらも皮膚科に行くっていうことは大事にしてる。結構今までなんか失敗しちゃったなっていうスキンケアとかありますか？なんか人の口コミが自分に合うとは限らないから、なんかこれをやったらすごい良くなりましたっていうピーリングみたいなのを試してみた、本当にもう皮膚が全部こう、ね、むけちゃうというかみたいなこともあったし、逆に赤くなって悪化しちゃって、明日撮影なのにどうしようみたいなこともあったから、なんかね、パッチテストみたいなのが大事なんじゃないみたいな。またなんか腕の皮膚と顔も違うんだけども、目立たない場所でなんとか自分に合うものと巡り合うことが大事ですよね。あとなんかあの美容液とか、私はあきおちゃんの年齢の時には一切使ってなくって、それがなんか一回肌を甘やかしたらもう二度と戻れないんじゃないかっていう考えがあって、あの高い美容液使ったらきっとすごくいいんだろうけど、これ使っちゃったらもうこの先何を使えばいいのみたいなのがあって、まだちょっと自力で頑張ろうかなっていうのがあったんだけど、最近になってそれよりも未然に防ぐことの方が大事だなっていうのを感じるようになって、美容液とかちょっと高いけどもう使っちゃおうっていうので。同じです ね私もなんかあのやっぱり美容液とか使って、美容の世界もどんどん進化しているじゃないですか。でたくさん今までいいものあったのにもっといいものが出てきたりとかもするので、その美容の進化を信じて今ベストなものを使っていこうっていう考えになりました。そうなんだよね。でも本当に
ピンからキリで値段も高いものは本当高いじゃないですか、ね、でとても手が出せないものもあるんですけど、自分が手を出せる範囲のもので本当にちょっとずつでも使うだけで、やっぱり一日一日の積み重ねが1ヶ月後2ヶ月後のお肌を作ってるんだなって実感しますね。私は最近見つけた美容液がアルビオンのホワイトニングイマキュレートエッセンスっていうので、28日分のこのちっちゃいボトルを使うっていうものなんだけど、なんか今ま妊娠中っていうのもあってレーザーとかができないんだけど、それを使うと本当にレーザーをしたぐらいの感じでこうくすみが取れるっていうので、本当になんかもう1本使ったら違うんじゃないかって思うぐらい肌が明るくなったような気がして、28日間使い終えるとそうもうすごい肌の輝きを取り戻すっていうので、全然それ使うと違くって、それ毎日使ってるんですか？そう毎日使ってるんだけどね、結構カッカッカッってやるとね、まだまだ出てくるのっていつも寝る時に逆さまにしておいておいて、で朝起きたらもう一回その残りをねこうやって結構ねお値段しますもんね。わかりますよ。私もターンホワイトチャージャーアルビオンで使ってるんですけど、あのメーカーさんに怒られるかもしれないんですけど、1本でまあ1日分じゃないですか、でなんか3日というか2日とか3日までちょっとずつ使ったりとかしちゃいますよね。そうね、でもそれほどね、いいものはね惜しみなくね使いたいですもんね。わかります、うん、でもやっぱりいいものを買うといいんだなっていうのはすごく実感としてはあるし、そういう年齢に差し掛かってきたんだなっていう、そういうものに頼った方がいいのかなっていう風になって考え方が変わってきたかな、ね、うん、私もなんか昔は結構化粧水は何でもよくって、とにかく回数を重ねれば、いいと思ってたんですよ、で土日とかは今でもそうなんですけど、ふとした時に土日はお化粧しないので、お休みの日ちょっと乾いてきたなって思ったら朝は塗ったんだけど昼に塗るとかっていうこともしてたんですけど、もうやっぱりちゃんとそれなりにお金はかかるんだけれども、いいものにお金をかければお肌もそれについてきてくれるというか、結果が出るっていうことを、ね、実感してますね。なんかそれを続けてることによって、後々のレーザー代が浮くとか、そうですね、後からかかるお金を考えたら意外とこう地道に続けてるのっていいのかもなって。そうですね。土日お化粧しないの？しないですね。基本的にしますか？するする。結構バッチリメイクで家にいる時とか、ずっとする。あでもそう、旦那さんラブですよね、旦那さんね、スピアム見せたくないでもひっどい顔でいますね。もうオンオフそこら辺はっきり、そこで肌休めるのがね、そうですね。結構その TBS で働いてた頃から、エイナさんもそうだったと思うんですけど、朝の番組に生放送出て、夕方からまた収録っていうところが、時があったじゃないですか、ね、で朝5時ぐらいにフルメイクをして、そのままずっと夜までっていうのはあまりに肌に過酷なので、落とせる時には落とすようにしてますね。お肌を休ませられる時は、その美肌の秘訣なんだ、あとなんかずっとメイクしてるとやっぱり毛穴がすごい汚れたなって感じることがありますね。詰まるし、なんかもう息したいよーって呼吸出てない感じしますよね。だからその一日のやっぱクレンジングっていうのは本当大事ですよね。秋何歳になった？今31になりました。大人になったね。おかげさまで。そうか、出会った時20歳とかだもんね。本当そうですよね。そっか、そりゃ変わりますよね、いろんな場所が。綺麗に年を重ねてるね。いやいや、皆さんですよ、それは。ありがとう。ありがとうございます。なんか肌の悩みとか変わってきたりした？変わりますね。20代の頃はまさに吹き出物が悩みだったんですけど、30代になってお肌がたるんできたのか、なんかこの辺りの毛穴がすごく目立つようになって、なんかお肌がたるむと自然と毛穴もたるんで縦に開く。そうなんですよ ね、 ね、ですごく目立つようになっちゃって、で鏡夜クレンジングしてパッと見たら自分の毛穴がなんか全部開いてて、もう衝撃受けましたね。本当に毛穴ないよ。あります、ここら辺とか。メイクで上手に隠してもらってるんです。今それでも何かケアはしたの？ケアしてますね。クレンジングがまず大事だと思ったので、
あのルナソルのジェルのクレンジングが毛穴にいいって聞いて使ってみたんですけど、確かになんかこの辺りがちょっと黒くポツポツなってるなって思ってたんですけど、それが減りましたし、なんかくすみがなくなって肌洗い終わりにお肌のトーンがワントーン明るくなる感じがします。で、あともう一つ、これもなんかいろいろ雑誌見たりネットで調べたりして勉強したんですけど、ポアライザー X っていうものがあるんですけど、それを化粧水の後にこの毛穴が気になるところだけ塗って、うん、そうしたらなんかどんどん毛穴が小さくなっていったような感じがします。いや本当に今全然だもん。あるんです、鼻とか特に昔からそうなんですけど、あとあれもありますね、たるみでいうとまぶたのたるみもありますね。なんか普段会話してたりとか自分で顔見る分には気づかないんですけど、ふと4年前とか3年前に写真見ると、なんか目がもっとパンと開いてたなっていうことに気づいて、それが結構ショックで。それどうしてるの？なのであのポーラのアイクリームを塗って、まあ、昔のようには戻らないかもしれないんですけど、せめてこれ以上たるみとかシワが増えないようにしっかり塗って寝るようにしてますね。それこそもう今日の一針なんちゃらです、ね、なんちゃらだよね略したね覚えてなかった。皆さんどうですか？私はさ、本当になんかあのもうね、これショックすぎてアッキーに LINE しようかと思ったぐらいだったんだけど、ちょっと娘が40度ぐらいの熱が1週間ぐらい続いて、その間もやっぱり夜泣きもすごくって、で夜も自分も寝られないし、で心配だから自分のこと後回しで、もうお風呂とか入っても化粧水とかも適当で、なんかもう1週間ぐらいほっと自分のことほっといて、でやっと治った時に夜ふと暗い部屋の中で鏡見たら、鏡に知らないおばさんが映ってたの誰と思ったら自分でそれほど変貌したんですか、なんか私ってこんなおばさんなんだみたいな、で普段ってお化粧するときに鏡見るときってちょっと自分に都合のいい角度でなんかこうね確かにそうですね、ちょっと、ね、意識してるし、写真撮るときも自撮りだってやっぱちょっといい角度探すけど、何の気なしに鏡を見たときの自分の顔が衝撃で、旦那さんはこの顔の人と生活してるんだなと思って、悲しくなっちゃって、はい、涙が出てきて、本当ですか、泣くほどショックだったんですね。 なんかもうすごい悲しくなっちゃって、しかもなんか次の日にね、子供がね、私にアイスを一口くれたらね、差し歯まで取れて歯のないおばさんになっちゃったのでもね、すごいショックで、いろいろショック続きでしたね、その2日間ね。もうなんかもう鏡見るたんびにどんよりするし、でも妊娠中だからいつもより体重も太ってるから顔もむくんでるし、こんなの私じゃないと思って、そこからはもう本当に慌てていろんな化粧品とかを調べて買ったんだけど、やっぱりなんかその鏡を見てびっくりしたのここのたるみとかで、やっぱここね出てきますよね。そうなんだよね、なんかクマなのかたるみなのか何なのか分からなくて、でそれをすごい美容に詳しいメイクさんに聞いたら、あのやっぱり目元っていうのはマッサージをしちゃうと皮膚が薄いから、あのどん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 たるんでっちゃうから、もう今の美容液って本当にすごくて、アイクリームの進化っていうのはすごいから、とにかくもうアイクリームたっぷり塗るだけ塗ったら2週間で全然変わるよって言われて、でおすすめどれですかって言われたら、クレドポーのアイクリームがめちゃくちゃいいよって言われて、もうその言葉を信じて、それもやっぱりすごくお高くって、うんって思ったんだけど、でももうこれは自分のテンションを上げるためにも、涙をもう流さないためにそうなので買って、はい、でこうやって塗ったら、やっぱりちょっとずつ改善して、目元の色も明るくなってきた気がするし、その皮膚のシワみたいなのもだんだん目立たなくなってきた気がするし、あと自分のテンションが本当に、なんかいいことしてるなっていうのが、自分にご褒美を与えてるなっていう気がして、すごく幸せな気持ちになれて、それは今とってもね、なんかアイクリームに関しては本当今始めた方がいいですよね。そうなんだよね、20代の人も30代の人も40代の人も、とにかく早めに始めれば始めるほど、ちょっとそのスピードが遅くなると言いますか。そうなんだよね。で20代の時は塗っても別になんか効果ないな、そうなんだよね、なんか別に塗らなくてもいいかと思って私もやめちゃったんですよ、30代 あのお姉さん的存在の方にアイクリーム今から塗っといた方がいいよって言われて会話したんですけど、なんかもうめんどくさいからいいやって思っちゃってて、
あの時から続けとけばよかったなと思いますね。私もなんかアイクリームのサンプルもらって使い切ったこと今まで一度もなかったんだけど、今になってはぁ、塗っておけばとか、なんか昔はアイシャドウとかどんなに塗ってもいくらでも乗るし、パーンと肌が張ってる感じだったんですけど、なんか今アイシャドウ塗れば塗るほどなんかシワシワになんかしぼんでいく感じがして、水分を持ってかれちゃう感じがして、なので本当朝晩のアイクリーム大事だなって思いますね。あとやっぱりアイクリーム塗った後の日焼け止めっていうのはすごく大事だよって言われて、そこでアイクリーム塗って満足しちゃって日焼け止めをたっぷりしないと逆効果だよっていうのはすごく言われたので、そこはすごい気をつけるようにしてて、意外とはこの辺ちょっと日焼け止め適当だったりしますね。この辺はしっかり塗るけど、毎日暑いですね。暑いよね。やっぱさ、子供がでもいるとさ、外に出ないわけにもいかないですよね。どう、日焼け対策とか。日焼け対策ね、結構顔はしっかりしてますね。あのランコムの下地を使ってるので、あれは結構あの塗るとお肌がまたパッと明るくなる感じがして、この首とかデコルテら辺もそれを使ってますね。でも焼けるんですよね。私結構日焼けしやすい体質なので、一生懸命塗ってもやっぱり日を浴びるとそれだけ焼けちゃう体質なんですよ。日傘とか差してる？日傘は差してた時期もあるんですけど、結構私服がカジュアルなのでなんとなく合わなくって、なんかあとそのベビーカーをしたりとかするから、手もね、そう空いてないんですよね。肩、両手を押してるので持てないっていうのもあり、まあ、帽子をかぶったりとか、長袖もなんかちょっと着たくないんですよね。暑いもんね。メイクも崩れちゃうじゃないですか。なので私はやっぱり焼けたその日の夜に思いっきりケアをする、アフターケア派。アフターケア派ですね。で、まあ、日焼けも嫌なんですけど、まあ、人間なのである程度焼けますし、意外と、まあ、限度はありますけど健康的に見えたりとかもするじゃないですか、なのであんまりこうキーってならずに、あの しっかりケアをするようにしてますね。それこそ本当ホワイトショットコーラの、まあ、本当に効果ありますね。たださすがにこの辺は塗れないので、この辺はあの薬局とかに売ってる美白効果のある化粧水とか乳液をちょっと、あの体に塗らせてもらうことはあります、ちょっとお値段安めでたっぷり使えるやつ、はい、体でもこう罪悪感なくみたいな、デイリーケアで使えるような感じのを買ってますね。杉野さんどうしてます？私は結構今はね、もう上の子も3歳、もうすぐ4歳で、下の子ももうすぐ2歳で、公園大好きだし、そうですよね、歩けるようになったら行きますもんね。やっぱりね、日傘もさせない状態だし、で私の場合はなんか洋服と帽子が合わないってことが結構多くて、はい、こんなハットとかはかぶれなかったりとかして、ね、まあ、キャップぐらいはかぶったりもするけど、だから飲む日焼け止めをまずは飲むようにしていて、はい、ヘリオケアっていうもので、それもお医者さんで処方してもらう、はい、じゃあ妊娠中も大丈夫なんですか？妊娠中もあの、まあ、その人次第だとは思うんだけど、はい、私は大丈夫ですよって言ってもらえて、でそれはいいのは頭皮とか白目とかの日焼けとかも、ケアできる。だから日焼け止めが塗れないような場所とかもくまなく日焼け止めができるし、ね、耳とかも日焼け止め塗るのって忘れちゃったりとかするから、基本的にはその飲む日焼け止めを出かける30分前に飲んで、あとはもう全身はもうスプレータイプで、もうスピードでカーッとね、使います。私も楽ですよね。あとはなんかもう洗濯物を外で干すとか、ゴミ出しをちょっとするっていう、その5分間ぐらいでも結構紫外線って浴びてるんだよって言われるから、ベランダ側と玄関側にスプレータイプの日焼け止めを置いておいて、でもちょっとベランダでやるときにはさーってやるようにしたりとか。そうか、確かに家にいても意外とその反射、太陽は直接部屋には入ってこないけど建物に反射してその明かりで焼けたりとかもしますもんね。そうなんだよね。家の中も結構要注意だよね。そうなんですよね。お昼寝しちゃって実は当たってたって時もありますしね。そうなんだよ。なんか私昔でもなんかくだらない話ばっかりしてたんだけど、日焼け止めをそんなに信じてないというか、まあ一生みたいな、結構焼けにくい体質で、自分自身が、で赤くなっても戻るから結構軽視してた部分があったんだけど、山にロケに行くっていうことがあって、さすがに日焼け止め塗らないとなと思ってて、もうすごい適当に塗って背中にペンって塗ったら手形で焼けたの。
日焼け止めの効果が実証されましたね。ついてるみたいな背中のまんま過ごしてその夏を、だからね日焼け止めってすごいんだなって思ってちゃんと効果あることが分かってよかったですね。それ以来すごい日焼け止め信者で、はい、本当に今までなんで信じられなかったんだっていうのもありますけどね。なんかやっぱり自分だとあの海に行って焼けたら焼けたって分かるけど、日常の日焼けってじわじわくるものだからあんまり気づかないでしょ。そうですね、気づいて写真を見比べて夏の終わりぐらいになったら、あ焼けたなって思うけど、写真もその撮るところによって明るさ違いますね。そうそう、身をもって大事さを痛感したんですね。今はもう中からも外からもちゃんと日焼け止めを塗るっていう。であとそのヘリオケアは日焼けしちゃった後にもう一回飲むっていうのもビタミンがすごく豊富で皮膚の再生を図るからすごくいいみたいで、だからまあ焼けちゃったなっていう時はさらにそこからもう一回飲むとか。やっぱビタミンがいいんですね。そうだね、こう朝フルーツ食べたりとかしたりして、ね、私も内側からのビタミンも摂取するようにしてます、ちなみに朝のフルーツはオレンジとかキウイとかは逆に紫外線吸収しやすくなるから。そうなんですね、気をつけて。わかりました、夜食べてください。わかりました、夜食べますリポシーっていう今はすごい私がよく飲んでるビタミンのサプリというか、はい、液体のサプリメントみたいなものなんだけど、なんかにがりみたいな味でちょっと味はそんなに美味しくないんだけど、それ炭酸水に割って飲むようにしてて、ビタミン C とかってほとんどもう取っても尿で排出されちゃうんだけど、それはねなんか 96% とか体内に吸収されてて、かなり効率よく体内に吸収されるっていうビタミン C のサプリメントがあって、それがやっぱり肌の再生とかをすごく測ってくれるから。結構変わりましたか？あ、なんかね、あと肌のそうなんか再生も早いような気もするし、トラブルが起きにくくなったなっていうのもあるし、あと疲れが取れる。あ、いいですねなんか寝ても朝しんどい時ありますもんね、結構高いですか？それはね、1箱で30本ぐらい入ってて6000円くらいだったかな。1本200円ぐらいですかね。ないかな。でもね、一杯コーヒー一杯飲むのを我慢すれば飲めますもんね。何箱か買うとちょっと安くなった、そうなんです、ちょっと私も調べてすごいおすすめ。はい、他に飲む美容系のものってありますか？私は今はすごくハマってるのはサンザシドリンク。サンザシドリンク、あ、そう、ね、サンザシってフルーツの実なんだけど、すごくそれもビタミンもよくって、でポリフェノールとかもあって、で、もともとも私も旦那さんももう炭酸のジュースが大好き、大好きですよね。いつも飲んでたでしょ。いつも元気系ドリンク飲んでたでしょ。あれをやめたの。あ、やめたんですか。やめて、サンザシドリンクを炭酸水で割るっていう生活にして。それはどのタイミングで飲むんですか？あ、もう全然いつでもジュース飲みたいって思ったら代わりに飲むんだけど、すごく本当になんかもうビタミンとかもいっぱい入ってるし、栄養バランスもいいし、体にもいいし、美味しいしっていうので、はい、罪悪感なく飲めるからそれを飲むようにしてるのと、あとは漢方が結構いろいろと頼ってたりはして、十味排毒糖っていうのがあるんだけど、それ結構デトックスというか、もう体内のこういらないものを排毒するみたいな、デトックス効果があるようなものとか、あと翼胃妊とか、結構ねイボとかあると翼胃妊とかで取るみたいな感じなんだけど、それもやっぱりすごくいいって言われて、お肌にいい漢方なんですね。あと妊娠中じゃない時はトラネキサム酸とかもいろいろと皮膚科で処方してもらって、結構中からは。そうですね、私も漢方を飲んでました。あの妊活中に、私が多嚢胞っていう、あの排卵が月に1回ない症状を抱えてたので、あの漢方屋さんに行って調合してもらって1日、毎日煮出して、すごいまずいんですけど飲んでましたね。その時お肌の調子も良くなったような感じがします。そうで TBS 時代もすごい飲んでた飲んでましたね、ずっと漢方飲んでますよね。なんかあったかい方が体によく入るっていうことで、あの朝お湯で溶かして水筒に入れて魔法瓶に入れて持って歩いてました。夏でも熱いの飲んでました。そうだよね。あとは、オルビスのディフェンセラっていう、これくらいの、粉の、タイプのものなんですけど、味がすごく美味しくて、あ、で、あの体内の水分を保ってくれる、
で、なんか私も飲んで3週間ぐらいなんですけど、まあ、お肌は結構化粧水とか乳液とかで頑張ってはいるんですけど、うん、こういう指先とかあの手のひらとかそういうところの皮膚がなんかしっとりしてきてるような感じがしますね、うん、でなんか特許も取ってるんですよね。これ顔だけじゃなくて、じゃいいね、なんかお肌にとっていい、うん、で多分その今このまさに夏の時期のお肌ってこの後の秋と冬に影響すると思うので、今はそんなに湿度も高いから乾燥は気にならないと思うんですけど、この秋冬のために毎日飲み続けてます。私も飲んでみたいな。飲んでみてください。